DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。ビーズやってますか？イエーイ。ということで本日のラジオも始めていきたいと思います。先日ですね、実はね、リグラスビーズの搬入に行ってきました。これね、どこに行ってきたかと言いますとですね、湯沢屋さんが、もうすでにこの収録の時には入ってるんですけども、湯沢屋さんが、じゃあまず蒲田の本店からリグラスビーズやってみようかということで、蒲田本店の7号館の方にですね、営業英氏と一緒に、そしたらかっこよく搬入しますということで、英氏が行こうということだったので行ってまいりました。皆さん、営業英氏って方ご存知かどうか分かりませんけども、東方東京支店の、まあ、一人のね、エース営業マンなんですよね。はい。で、まあ、行こうということになったので、トビーも一緒に行ってまいりました。朝ね、実はね、10時ぐらいにね、お邪魔して、そっから搬入する予定だったんですけども、さあ皆さん、何があったと思いますか？実はですね、はい、じゃあ到着しましたということで、担当の方にお会いして、じゃあビーズをちょっといただけますかみたいなことを A 氏が言った時に、ビーズって東方さんが持ってこられることになってましたよねみたいな話になったんですね。おい A 氏、お願いしますよ。ということで10時にお邪魔したんですけどもね、なんとリグラスビーズがないという結論になりましてですね、そっからですね、また A 氏は、東方東京支店まで戻って、まあ、その間に、まあ、トビーはですね、その蒲田の、まあ、お店の中いろいろ見せていただいたり、あとは、まあ、近くのマクドナルドでね、ビーズラジオの編集したりと、まあ、いろんなことやってましたけども、結局、搬入は午後になりました。ただね、本当に湯沢屋さんの蒲田本店、こちらの中のスペース、結構ね、目立つところを開けていただいていて、この SDGs なこのビーズについての関心すごく持っていただいてるんだなというふうには思いました。とてもね、素敵に搬入も完了してですね、実はそこではですね、まあ、リグラスビーズが並んでるんですけども、まあ、東方のこう企画チームの提案の中で、せっかくリグラスビーズは、実は、ガラス瓶の廃材からできてるんですけどね、まあ、それで作ったビーズをまたガラス瓶を作る、まあ、ビーズでですよ、もちろんビーズのモチーフでガラス瓶を作るっていうのはどうですかっていうので、うわー、それめちゃくちゃ面白いねみたいな話になって、まあ、そのレシピをね、作って、くれた、デザインチームの方がいらっしゃいまして、まあ、その作品もね、そこに並べてあります。まあ、そのあたりをね、皆さんにもこう知っていただきたいなと思いますので、ぜひ湯沢屋さん、特に蒲田店さんね、行かれる方はぜひぜひ見てみていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんな届か届いてないみたいなことがあったということは、非常にね、最近では笑ってしまったことです。まあ、昔のね、昭和だったらどうなってるんですかみたいな感じですけども、この今のご時世ね、仕事は何ていうのか、なるべくね、楽しくやろうということで、まあ忘れることだってありますからね、人間がやってることですからね、本当に、まあ、これからも楽しくやっていきたいなと思っております。まあ、その後ですね、実はもう一つね、実は面白い、これ皆さんもね、参考にしていただきたいことがございます。皆さん、インスタグラムって、このメッセージの機能って皆さん使われたりされていますか？実はですね、トビーはね、結構インスタのメッセージって、まあ、いろんな方が例えばタグ付けしていただいたり、まあ、メッセージくれたりするので、まあまあ見てるんですよ。はい。まあ1日1回ぐらいはなんとなく見るような気がします。はい。だけどね、なんかね、奇跡的にたまたま逃してたメッセージがあってですね、本当にはっ！って思ったことがございました。まあ、ちょっと細かい内容までは言えませんけども、スタイリストさんからのメッセージだったんですね。で、突然の DM 失礼しますと。で、あるこう、あ、この宮下パークさんのね、東方、今、インゴアユーというブランドで出させていただいていて、
まあその中で、リース可能でしょうかというようなお話でした。まあちょっとどういう番組とかで使われるみたいなことは、割愛させていただきますけども、まあなんか有名なね、こうやっぱスタイリストさんが関わっておられるから有名なこう方が、つけたりとか、どう見ても聞いたことがあるような、内容の、ところでうちのアクセサリーを使っていただけるというようなメッセージを、約4日間ほど放置してしまっていたということで、本当にね、皆さん本当に危険ですからね。もしかしたらね、逆にこうなんかインスタ見て何かすごくいいお話をなんていうんですかね、メッセージ逃してしまうみたいなこともねあるかもしれませんので、皆様方におかれましてもね、このメッセージ時々ご確認をいただくというところで、まあ多分なんだろう、機種によってね、どこに出てくるとか、 Android と iOS、 iPhone とかで違うかもしれませんので、皆さんもねぜひメッセージご確認いただけたらと思います。本当ね、いつどこで何があるかわからないと、本当に最近はもうインスタグラムで連絡をいただくことの方が、もしかするとホームページから連絡をいただくよりも増えてくるんじゃないかなってトビーはちょっと思っています。実はまあ昔そのインゴアユーという障害者就労支援施設さんと始めたブランドの件も覚えておられるか分かりませんけども、インスタグラムのメッセージからね始まったことなんですよ。だからもうたまたま何かそういったメッセージ、いいチャンスを、いい時、その時を逃してしまったら、もうなくなってしまうような話もね、たくさんございますのでね。皆様方もぜひメッセンジャーじゃねえな。インスタのメッセージの機能、大事にお使いいただけたらと思います。まあ、こんな面白い話、今回は2つございました。ということで、ただいまですね、ピースリングプロジェクトの Facebook ライブ参加者、まだまだ募集しております。8月の5日の金曜日、9時から、スタートの、ライブになります。こちらに参加されたい方は8時半の接続確認、こちら Zoom に入れる方、が入れるという方が、対象になります。Team 東方というね、Facebook アカウントから、入っていただいて、このイベントの参加ボタンをね、押していただき、参加したいということをコメントいただけたらと思います。あと、Facebook アカウントお持ちじゃない方は、info@thobeads.net、こちらの方まで、ごめんなさい、ネットは net ですね。こちらの方まで、メールをいただけたらと思います。なんかわからないなという方は、それこそインスタのメッセージでもいいので、まあ練習だと思って送ってみていただけたらいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。まあ、そうやって、ただいまね、ピースリング、そのプロジェクトの、イベント、8月5日に開催の予定なんですけども、このイベント、どうやら100人が同時に、同じイベント内でピースリングを作ろうという、記録、世界記録を狙っているという話を聞きました。それ人数のこともそうですけども、スピードのこともなんか面白いんじゃないかなと思って、いろいろこううちの東京支店内でもねお話をさせていただいていたら実は一人なんかもうスピード自慢みたいな子がいて、私は12分でできたよって言ってる子がいましたでなんかすごい小さくリング作ったんじゃないのって言ったら、いやいやそんなに小さくないですよって言って見せてくれたんですけども、でも実際このピースリングのリングってスピード速い人ってどれぐらいのスピードでできるんでしょうね。本当にそれがとても今興味津々でございます。いつかなんかそういったスピード自慢コンテストみたいなのもね、なんかやってったら非常にエンタメになるのかなと思っております。いや、それではね、ぜひピースリングプロジェクトご参加よろしくお願いします。あと続けてですけども、10月3日から開催されるビーズレコッシュの認定講座、こちらの専任講師育成セミナー4日間特別コースズーム会場ということで、こちらも募集中でございます。ビーズレコッシュの認定インストラクターをこれから目指したいという方は日本シードビーズ協会の方までご連絡ください。0368583550の方まで、ご連絡をよろしくお願いします。メールでは info@seedbeads.jp の方まで
メールをください。まあ、日本シードビーズ業界で検索していただきましたら、お問い合わせフォームもございますので、そちらの方からよろしくお願いいたします。あとですね、上野の野球と入谷口付近で、ただいまビーズスタイルストア上野ということで、こちらの方10月の2日まで開催中でございます。どうなんでしょうね。もう今だいぶ夏休みになってきましたので、お子さんなんかもかなり来ておられるのかなとも思いますけども、なんかコロナもね、なんだかよくわかんないですけど、今頃何度なんか日本がまたコロナになってきてますけども、なんかね、もうコロナそろそろ終わるんじゃないかなみたいなことをずっと言いながら、新しいイベントを、どんどん、計画している、トビーたち東京支店のメンバーはまたかよ的な、感じになっております。ただね、世の中はどうなんでしょうかね。結構たくさん人は出ておられるみたいなので、なんかこれからどうなっていくのかなとも思います。そろそろね、政府もいろんな方針とかいろいろこうどんなことどういうふうに考えていくみたいなこともね、打ち出されると思いますけども、これからどうなっていくのか、ある程度は外に出れていかないと成り立たないというね、仕事もあると思うんですよね。なんかリモートワークだけでできる仕事もあるのかもしれませんけども、例えば東宝の工場なんかリモートワークで絶対作れませんから。1300度にガラスを家で溶かしてきてなんて絶対無理ですからね。家もちろん燃えてしまいますから、だからやっぱり工場さんとか、まあいろんな仕事あると思いますけど、まあパソコン1台で、まあセキュリティ、みたいなものがちゃんとできていれば、まあ家から情報漏洩とかしないような環境づくりだけしておけば、ある程度のことはできるのかもしれないですけども、世の中そういう仕事ばっかりじゃないですからね。はい。でもね、なんかこれからどんな風になっていくんでしょうか、楽しみでございます。でもなんか最近思うのが、セブンイレブンなんかも、なんかもうお金のやり取りしないじゃないですか。もう私は未だにセブンイレブンで、はい、1211円ですって言われると、1211円。もう目の前にいる方にね、渡してしまいそうになるんだけど、皆さんそんなことないですか？なんか手前にお金入れるとこがついてて。なんか今スーパーなんかもそうですよね。なんか人と人とが、触れ合う楽しさみたいな、なんていうんですかね、そういうところがなんかどんどんなくなっていくのかなっていう気もしてきました。トビーは結構セブンイレブンさんなんかもね、行きつけみたいなところになってきていて、まあ、そんなやつおかしいかもしれないですけど、行ったら必ずね、いろいろ喋るんですけど、まあ喋って いるからなんかあれですけど、もうお金もそこ入れて何にも喋らなかったら、もう機械と一緒じゃないかみたいなね、感じになってくるような気がします。このピースリングプロジェクトのね、スタートを先ほどお話ししましたけども、このスタートがまさに同じビーズという共通の趣味があれば、まあ言語とか世界とかそういうの関係なく、共通の話題で言葉なしで楽しめるっていう、まあそういったことで世界が平和になれるんじゃないかというようなプロジェクトでございます。まあ誰かれみんなとにかくコミュニケーション取って話すりゃいいってわけじゃないんですけども、このビーズを通じてね、皆さんいろんなコミュニティができてくればいいなと思っております。もうすでにね、お寄せされてる方なんかは立派なコミュニティあって、時々ね、お教室やってるとこ、ギャラリーの2階とかお邪魔させていただくと、いつもね、なんか笑い声とか、なんか全然違うビーズじゃない話題で盛り上がっていたりするところも、聞いたりすることがございます。皆さんの、幸せなビーズの教室、なかなかね、コロナでできなかったりすることもあると思いますけども、今後もうまいことをこう運営していけたらね、いいなと思っております。我々もね、ぜひ応援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あとはね、DJ トビーの T シャツ工房の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。もうね、結構ね、たくさんの方買っていただきましたけども、時々、それなんですかね、バラパックが多すぎるとか、バラパックが過ぎるとか、いう言葉もいただいておりますので、非常にシンプルな、バージョンなんかも、ただいま掲載しておりますので、ぜひ見てみていただけたらと思います。あとはね、スマホリングとかね、意味わかんないものをちょっと掲載しております。ぜひぜひ皆様、暑いね、時期が続いておりますけども、暑い時期は、ビーズの時期でございます。まあもちろん冬もビーズされてる方たくさんいらっしゃると思いますけども、夏はキラキラビーズで、皆さんと共にビーズ楽しんでいけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のラジオはここまでにしたいと思います。
はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビートレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。